ピーター・セテラ、ピーター・セテラ、ピーター・ポール・セテラ、1944年9月13日帯は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身のミュージシャン、ボーカリスト、シカゴの元メンバー、シカゴ時代だけでなく、ソロとしても成功を収めた。特徴のある、伸びやかなハイトーンの歌声は、ミリオンダラーボイス、100万ドルの声と評される。アメリカ、イリノイ州シカゴで、 ポーランド系移民の両親のもとに生まれる、ポーランド語による名前は、ピョートル・ゼテラ・プヨダ・ー・セテラとなる。経験なカトリック教徒としての教育を受け、幼少より教会で合唱、ポーランド人会でアコーディオンとギターを習った。1967年、シカゴの前身となるバンド、ザ・ビッグ・シングに、ボーカリスト兼ベーシストとして加入。1969年に、バンドは、 シカゴとしてデビュー。ピーターは長い夜、25ア624などのヒット曲のリードボーカルを務める。なおビリー・ジョエルの楽曲、マイ・ライフでは、同じくシカゴに所属するドニー・デイカスと共にバックコーラスとして参加している。シカゴ在籍中の1981年には、初のソロアルバムを発表するが、当時はシカゴの低迷期でもあり、さほど話題にもならなかった。 ところが、翌1982年、レコード会社を移籍したシカゴは、プロデューサーとして、デビッド・ホスターを迎え、キーボードのロバート・ラムに代わって、セテラが、それまでより、積極的に作詞作曲に参加。アルバム、シカゴ16を大ヒットさせる。現在も、バラード曲のスタンダードとして親しまれている、素直になれなくて、ハード通世。 アイ・アイム・ソーリーは全米1位を記録した。1984年のアルバムシカゴ17も引き続き全米700万枚の大ヒットを記録し、シカゴは復活を通り越して過去最大の成功を収めた。1985年ソロアーティストとして成功する自信を深めシカゴを脱退。リードボーカルであったセテラはシカゴがそれまで行っていた頻繁なコンサートツアーは 体力的な負担が大きすぎると噛んでいた上、売れっ子となったゆえの激務により、家族と過ごす時間がほとんど取れなくなったことに悩んでおり、フィル・コリンズとジェネシスとの関係のように、ソロ活動とバンド活動とを分け、より個人の自由時間を欲しいと訴えたが、他のメンバーから拒否されたための脱退決断だったようで、ある。脱退の真相については、セテラが、 バンド活動とソロ活動を同時に行わない確約を含んだ契約書面への署名を迫られ、それをセテラが拒否したためであることをはっきりと本人が話している。同年に映画ベストキット2の次第歌グローリーオブラブ翌1986年にはエイミー・グラントとのデュエット曲ザ・ネクスト・タイム・アイ・ホールがそれぞれ全米1位のヒットを記録。両曲を収録した。 アルバム、ソロトゥード、ソリテアもベストセラーとなった。1987年、スティウィズ・ ME、放題、ステイ・ウィズ・ミ・ソング・フォーカー・ u や、姫が、日本映画、竹取物語の主題歌となり、日本のオリコン洋楽シングルチャートで1987年10月12日付けら4週連続1位を獲得。1988年には、ワングッドウーマンが全米4位に、 1989年には、シェールとのデュエット曲、アフター・オールも全米6位にランクインする。なお、ピーター脱退後のシカゴは、彼によく似た性質のジェイソン・シェフを、新しいボーカリストに迎えたことから、その影響の大きさがうかがい知れた。ピーターは現在でも、シカゴのことについては語りたがらず、自身のベストアルバムでもシカゴ時代の曲は、再録バージョンを収録している。また、 彼は以前からシカゴのブラスロック的アプローチを嫌い、ソロ転校の機会を伺っていたといい、本人曰く加入した翌日から辞めたくなったらしい。2009年12月13日、15日、17日の3日間、東京駅前のコットンクラブでシカゴ脱退後初めての日本公演を行った。2010年10月にはデイビッド・ホスターフレンズの一員として、 再来日し、素直になれなくてなど共作した、シカゴの曲を数曲演奏したほか、フジテレビの情報プレゼンター特だね。にも生出演し、デイビッド・ホスターのピアノ伴奏で、素直になれなくてを称している。2012年1月には、東京・名古屋公演が行われた。2012年11月12日には、デイビッド・ホスターフレンズの一員として、 東京国際フォーラムで講演を行い、素直になれなくてや、グローリーオブラブなど自身のヒット曲を歌唱した。2016年、シカゴのロックの殿堂入りの際に再結成の話し合いも進んでいたとされるが、いくつかの理由でバンド側との話し合いが決裂し、最終的にはパフォーマンスもパーティーにも出席せず、アイスホッケーの試合を見に行っていたとされる。そのいくつかの理由においては、 セテラが今の自分のバンドの曲を演奏したがっていたこと、ヒット曲25は624のキーを A から E に下げたがっていた、ブラスがあるためこのような大きなキーチェンジは難しかったことがキーボード担当のロバート・ラムのローリングストーン紙でのインタビューでわかっている。最近では数年ぶりにベースを持ち合アいイ,アイム、エ A マンやフェリン、 ストロングがエブリデイなどシカゴの曲を披露しているが、キーは下げている。近年のライブでのシカゴの曲は増えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。